361。これは人が持つ壺の数、気と血のエネルギーの通り道。今日のグッドサインは、癒しの空間、鍼灸庵志野。大津市坂本の住宅街の一角に佇む民家の一室。ここは鍼灸庵志野。中国で誕生し、飛鳥時代の日本に漢方薬よりも先に伝来したという針とお灸で体を整える鍼灸術が受けられます。施術するのは木下志乃さん、若干28歳の若い鍼灸師です。ちょっと股関節が少し引っかかる感じがありますね。はい、反対。鍼灸師は国家資格、3年以上学校に通い、さまざまな知識を身につけた治療家です。木下さんが鍼灸師を目指すようになったきっかけがあったといいます。父が肺がんで末期がんになってしまって緩和ケアに入っちゃったんですよね。食べれなくなる、喋れなくなる、動けなくなるっていうのがどんどん弱っていって、こうなる前に何かできなかったかなっていうのを思い出したのがきっかけです。小学校からバレーボールに打ち込んできた木下さん、ちょっと張り見ましょう。怪我などの経験から自分の体を知ることの大切さに気づいたといいます。首とかやっぱり頭痛、もう本当に現代病って言われるようなところが多いですね。やっぱりもうずっとこういろいろこう頭で考えたりとか、仕事に追われてたりとか、でそれで夜が寝れなくなっちゃうんですよね。で人に触ってもらうとすごくリラックスができて、そこでやっとちょっとこう睡眠に入れたりとか、まあ、イメージは線路ですね。明治時代以降、日本では西洋医学が主流となり、東洋医学は消え去ろうとしていました。こんな感じで、しかし今、美容の世界で再び鍼灸が注目を集めています。美容のためやったらちょっと頑張って打ってみるっていう方がいらっしゃって、そこから案外大丈夫やってなって、そこから針が大丈夫になる方はいらっしゃいます。治療はしてるけど、本当に伝えたいことは予防することで、やっぱり健康寿命っていうのを伸ばしたい、まさしく手当です。ストレス社会にさらされた体が悲鳴を上げています。その声に耳を傾け、リラックスできる場所へと連れていく木下さんの温かな手は、今日も優しく寄り添います。じゃあ今日はこれで終わります。すべてのグッドサインはインターネットでつながります。